はい、どうも皆さん、トライアングルです。今日なんですけど、今日はおそらく青鬼オンライン多分日本投稿されると思います。多分夕方にもね、投稿されると思うんですけど、今回、まぁ、ちょっとね、すごい面白い画像をツイッターで見かけたので、ちょっと紹介したいと思います。はい、こちらです。はい。これ何って、最初見た時これ何って思ったんですけど、まぁ、結構まあ要はコラ画像みたいなもんですよね。そのマッチョたけしに一つ目鬼って言ったじゃないですか。その一つ目鬼の目を入れたっていうやつでございます。あのね、結構ツイッターでそういう画像見かけるんですよ。すっごい面白い、クオリティの高いね、そういう合体させてみたいなやつなので、よかったらね、結構こういう感じでどんどん送っていただければ、なんかもうがっつり数体紹介動画みたいな感じで出せたら出したいなと思っておりますので、いや面白いね、よければ。 あとでもできればそのなんだろうな、その実況者さん、他の実況者さんというかね、その要はヒカキンさんとかそういう方々のをもじるのはちょっと僕も紹介したくないですし、まあ、ちょっとね、それを送らないでいただけたら嬉しいかなと。ちょっとすごいわがままになって申し訳ないんですけど。やっぱり、その、なんだろうな。そういうね、その、使わせていただいている人物というか。まあ、それだったら僕たちもそうですよって、オーディンが今にも言ってきそうなんですけど。はい。じゃなくて、ちょっとね、さすがに、いけないかなとは思うので。じゃ、意外で、できればその、ヒロシとかね。まあ、それ自体やっていいかと、ちょっと、これ、ポット部屋なんで、あれなんですけど。今、やっていいかどうかって言われたら、ちょっと、わかんないんですけど。はい。まあ、よければね、紹介させていただきたいと思います。で、名前が今、タックスだっけな。になっております。赤ニョロチャレンジのね、関係で、まあ、結構潜ることが増えたので、まあ、ちょっと、がっつり同じ時に潜る時は、僕、名前変えるので、はい。よろしくお願いします。全く関係ない名前でやってるからね。うん。レベル70で、その虎、今だと何だったっけ？トラエモンズか。トラエモンズでオーディンだとね、ちょいちょい、ね、その、まあ、お気遣い、気づいてくださる方はすごい嬉しいんですけどね。結構、大奥並みの大渋滞になってしまうこともあるので、あれ？これか、止まった。よかった、びっくりした。はい。なので、まぁ、ちょっと名前を変えてね。21歳いますね。よろしくお願いします。さあ、このステージか。なるほど。このステージもなかなか、トロッコバグが怖いところですね。まぁ、僕はちょっとやり方わかんないんで、まぁ、やれないですけど。やり方わかんないんであれなんですけど、よろしく。さて、オーディンがいましたね。オーディンっていうの、毎回僕、オーディンディってわかります？フリーダイヤル、なんだっけ？オージンジだっけな？昔って言ったらあれだけど、僕世代だとわかると思う。なんかそういう CM があったんですよね。それを思い出してしまう。でも本当に多分、僕の中でこのオーディの評価がすごい上がってます。なんかね、横向いても、こっち、まあ、横向いても、後ろ向いても、正面でも全部かっこいいんですよ。で、さらにいいところが、ちょっと背高いの。そこがすごい好き。あのね、結構僕は本来あんまり背高い、その背高のっぽキャラは好きじゃないんですけど、やっぱりオーディンは背高くあってほしいっていうのがあったので、まあ、でかいのはちょっとさすがにね、あれなんで、ちっちゃくて背高いと、まあ、オーディンの場合はね、すごいかっこいいなーって思いますね。はい。最終地点ちょっと、最終地点まず見たいので、どこかな最終地点。とりあえず端っこ行きましょうか。端っこ行った。あ、でもその前にトライさんガスマスク取りましょうって。わかりました。ガスマスク集めます。キラキラ落としてくれてもええやで。ダメか。ここでガスマスク出てきてくれてもええやで。出ない。あ、ぶねえ、一瞬好き。もうさ、このチビ鬼が好きに見えて仕方ない。一瞬人鬼かなって思うんだよ。あー、ちょっと待って、今嫌なの見えたな。いや、うわー、てかもうこれトロッコバグ使ってるかな。なんかトロッコバグ使ってそうな気がするな。気のせいかな。じゃないと信じよう。で、皆さん、最近、青鬼オンラインを始めた方はわかんないと思うんですけど、ちなみに、このチビ鬼、前までフワッティみたいに加速してたんですよ、最初の頃って。あ、最初の頃ってより、うん、青鬼オンラインで、どれぐらいだろうな、どれぐらいからこのレア青鬼が加速しなくなったのかわかん、
あれなんですけど、今の人たちだと今っていうか始めた方だと、えって思うと思うんですけど、チビオに、クモオに、あと、何よりだっけ、コウモリオニとか、もうガンガンダッシュしてて、うわー、ちょっと待って、この人、最後まで残っちゃうかな。これ多分今、おそらくトロッコバグしちゃってるのかな。まあまあまあ、仕方ない仕方ない。わかんないです。いざ、最後に残ってみないとわかんないんですけど、この状態だとね、もう青にも追いかけられないし、毒切りも食らわないので、必然的に、どんだけ頑張ってもっていうこともあるんですけど、まあまあまあ、そんなね、勝手に決めつけは良くないので、ちょっとなんともまだ言えない、と言っておきます。はい。まあ、最後になったらわかるさ。よし。さあ、最終地点が多分、さっき、中央っていうかね、あ、いや、ここか？意外と最終地点的にはいいかもしれない。ここは、ガスマスクをうまく消費せずにいけるかもしれない。どうだろう。さあ、こっから勝負。いや、でもここにいるな。いやー、いないな、多分これ。多分いないな。あ、ちょっと待って、ど真ん中、タケノコですか？これはおそらく、ダメだね。そうですね。だってこれ最終地点さ、ここなのに、もう4人もいる。まあまあまあ、そういうことでございますよ。はい。まあ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 。まあ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 。よし、じゃあもう一戦行きましょうか。ローディング中です。さて、まあ、今度こそできればトロッコのステージはやめてほしいな。トロッコのステージだと結構、青逃げできないことが多いので、さて、あー、これまたボット部屋だな。なかなかちょっとプレイヤー部屋に当たりにくくなってる気が、ん？いや、ボット部屋だね。ボット部屋なんでちょっとフレンドマッチから入りたいと思います。まあ、とりあえず、赤ニョロチャレンジもあるんですけど、その、ヤマタノオロチがね、まあでもケルベロスと一緒だよな。さすがにそこはなんか、おそらく、変えたりしない気がするんだけど、変えてほしいですけどね。変えてほしいけど、多分、その入手できない方もいる状態だったら多分ケロベロスのあれが限界なのかなって思っちゃうけど。まあまあ仕方ないよね、それはね。なんかさ、その、スキン入手できるのは全員ゲット、要はチャレンジみたいな感じで、ちゃんと3体入手した人だけがスキンゲットできるっていう感じにして、そのヤマタノオロチとはさ、その普通に鬼として出現してほしい気がするけどね、その別のステージでね。まあでもそんなね、大変なのはわかるのでね、その少人数っていうかね、何人でやられてるかちょっとわかんないんですけど、そんなたくさんね、ではないとは思いますので、大変なのはわかるんですが、まあ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 。とりあえず、中央いるより、そう、これ欲しいんですよね、この子。かっこいい。まあでも、オーディもかっこいいからね。多分、好み分かれるんじゃないかな。どちらか、オーディンか、どちら、ラグナロスだっけの、どちらかで分かれそうな気がする。欲しいスキン、どっちですかって言われたら。でも僕はラグナロクかな。でも、オーディンもいいな。どっちもいいね。どっちもいい。結果的にはどちらでもいい。なんか若干炎のゴーレム的ななんか匂いがするんで。センキュー。あら、ボーブーブー、あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。西城秀樹さんになるとこだった。ローラー、あぶなかった。あぶなかった。今終わったと思ったね。今完全に終わったと思ったね、今僕。大丈夫、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 OK でーす。いやでも青玉ここか。いやー、青玉ガチャも来てほしいけどね。最終地点ここじゃないからな。多分最終地点ここなんですよ。ここなんで、ま、でもここといってもここではないと思うんですよね。ちょ待って、ガスマスクない。すまぬ。すまぬ。私が取ってもいいかな。ごめんね。最低とるんですよ。ごめんね。取っていいかな。いや、しかし。こんなトライアングルさんに天罰が下るのであったっていう感じになりそうな気がするな。キラキラは取れないが、でもまあガスマスク最悪どっかから多分、このステージだとね、キラキラで取れやすいんですよ。最後の方ね、残り数人になった時に、その人から奪えるってことが結構あるので、でも、もちろんガスマスク先、入手してた。
方が嬉しい。あー、触れちゃっティング。まずいですね。これ触れちゃいましたね。あー、またキラキラ光ってる。でもこれ絶対取られるわ。取られました。はい。はい、豚ちゃんに取られまーす。いやー、どうしよう。はっはっ黒い三連戦ならぬ、青い三連戦によってやられたトライアングルなのであった。後半へ続く。